はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。バンデットケースです。さあ本日なんですが、デスペラードリボルバードラゴンをね、活躍させたくてデッキを組んできました。はい、このモンスター、もともとケース君のリボルバードラゴンっていうモンスターをなんかその魔改造したカードなんですけども、こいつを今日はちょっと活躍させたくていろいろ試行錯誤したんですけども、何と組み合わせたらいいかなっていうね、まあいろいろ組み合わせ先はあるんですよ。普通にその闇属性機械族モンスターが戦闘効果打開されたらこっち手札から特殊ができるんで、まあ、闇属性機械族と合わせるのが基本的なデッキの組み合わせ方なんですよね。で、一応その効果一応説明しとくと、一旦に一度自分の相手のバトルフェーズにコイントスを3回して、でコインが出た数相手のモンスターを選んで破壊するっていうね、非常に強力な効果を持っているのと、3枚とも表だったら1枚ドローするっていうおまけついてますと。で、このカードが墓地に送られたらコイントスを行う効果を持つレベル7以下のモンスターを手段に加えるっていう効果を持っていますっていう感じなんですけども、このモンスターと相性がいいカード何かなっていろいろね、まあ、調べた結果、結局一番強いのは何か、オルフェゴールなんですね。はい、オルフェゴール、まあ OCG の方でもめっちゃ強くて、まあ、めちゃくちゃ規制されちゃって、なんかリミットカードめっちゃ多いみたいな話なんですけども、でもオルフェゴールがめっちゃ強いです。はい、組み合わせた結果、結局そのデスペラード単体ではやっぱ戦えないんですよ。そのデスペラードって結局自分も展開する方法を持ってないんで、その何かと組み合わせることを想定して作ってるんですよね。で、まあ基本的にはそのボムスパイダーとか、まあツインバレルとかブローバックドラゴンみたいなカードが破壊されたら手札が出てくるよっていうようなデザインになってるんですけども、結局今の環境で、まあツインバレルやらボムスパイダーやら、ブローバックやら、まあリボルバードラゴンやらっていうのはちょっとさすがに弱い。さすがにね、まあ、このゲームやっぱそのフレイ対戦とかカジュアル対戦がなくてランク戦しかないんで、まあ、ランク戦で戦う以上ある程度やっぱ強くしないとデッキをそのファンデッキ要素を強くしすぎるとやっぱ勝てなくなって、まあ、それはそれでやっぱ意味ないみたいな感じになっちゃうので、ある程度強くする必要があるんですよ。で、強くするには何がいいかっていうと、オルフェゴールが一番強いなっていう感じでしたね、使ってて。で、どういうギミックかっていうと、まあちょっと2セットくらいで展開を、主な展開をね、やってるんで見ていただければと思うんですけども、基本的には、スクラップリサイクラーとか、終末の騎士とか、ダーククレファーっていう、この墓地を肥やせるモンスター。これを使って、まず墓地を肥やします。で、墓地に送るカードの筆頭候補が、オルフェゴール・ディベルっていうモンスターですね。で、まあディベル引いちゃった場合は、カノーネとか、墓地送って、で、カノネの効果で手札が展開するということでもいいんですけども、このディベルを、墓地に送りまして、ね、ディベルは除外すると、オルフェゴールモンスター1体をデッキから特殊召喚できるよっていう効果があるんですよ。これで、トルフェゴール、トルフェゴールじゃねえや、オルフェゴールトロイメアを、特殊召喚して、で、トロイメアと、場にいるね、なんか、誰かと、リンク召喚してガラテアを出していくっていう、まあ、そんなような動きになりますね。で、主な動きは2戦目くらいでやってるんで、そこで見てください。で、一番ね、相性がいいなと思ってるのが、このトロイメアの効果で、これ、墓地にこいつが存在していると、墓地のこのカードを除外して、フィールドの表が表示モンスターを1体対象に取り、デッキからこいつ以外の機械族、闇属性モンスター1体墓地を送って、対象のモンスターの打点が、アップしますよっていう。効果があるんですよ。まあ一応闇属性縛りつくんですけど、この後ね、なんですけども、これ何でも送れるんですよ、機械族闇属性であれば。だからもちろんデスペラードリボルバードラゴンとかも送れますし、墓地にね。で、村雲のうちとかも送れるわけですよ。だこういうモンスターを墓地に送って、戦線復帰とか、あと一族の結集とかで蘇生していくっていう、まあ、こういうギミックに今回はしました。まあここ一族の結集じゃなくて、リビングデッドの呼び声とかでも別にいいと思います。はい、まあ、この辺はお好みでっていう感じですかね。結集は結構ライトニングストームとか打たれてももう一回セットし直せるんで強いかなと思って入れてるだけで、ここリビングデッドの呼び声でもいいと思います。はい、で、他の採用カードは、まあ、ちょっと展開はね、その2戦目見てもらえばいいから採用カードの理由なんですけど、カノーネは引いてしまったディベルとかを展開していくように、1枚、それからまあ増殖するジーと裏側は、まあ、言わずもがなですね。で、勝つためには必要で、リサイクラーはディベルを落とすために、ガン積みですね。で、スケルトンはこれ墓地から除外すると、オルフェゴールモンスターを墓地のモンスターをね、特殊召喚できるっていう効果あるんで、これで1回出したディンギルスとかガラテアとかを特殊召喚していくことが多いので、これはまあ2枚ぐらいあった方がいいかなっていう感じがあるんで2枚、それからまあ初動になる終末の騎士とかダイグレファーとかは、ダイグレファーじゃない、ダークレファーとかは、ガン積みでもないけど、ダークレファーは2枚ぐらいでいいかなっていう感じで、かぶったら弱いから。で、ツインバレドラゴンとか、ボムスパイダーとか、ブローバックはこれはね、名残です。
あの最初はこれガン積みしてたんですよ。ガン積みしてこれやってたんですけども弱すぎてあのどんどん減っていった結果、まあ、1枚くらいなっちゃったっていう感じですね。で、ディベルは、まあ、あの圧倒的最強カードで1枚入れざるを得ない、ギルスもそう。ギルスは召喚特殊化に成功すると敵からオルフェゴールカードを持ちをくれるんで、これめっちゃ強いんですよ。このカードで、ディベルをいきなり送れるんで最強なんで、これ1枚で、トロミアさっき言った通りですね。で、これも言った通りで、正常これは、墓地へ送られると、墓地からこのカードを除外して除外されているオルフェゴールモンスターを特殊化できるよっていう効果があるんですよ。だからこれを、トレミアの効果で、墓地を送って、で正常の効果で除外してあったディベルとかをもう一回特殊化してもう一回使いますみたいなことができるんで、まあ、これはあと引いちゃったらちょっと弱いから、2枚ぐらい入ってますっていう感じですね。で、魔法トラップはまあ言うことはあんまないかなって感じなんですけども、これか、オルフェゴールバベル、あのバベルはですね、あのこれオルフェゴールモンスターの効果を相手ターンでも発動できるようになるんですよ。要はフリーチェーンになるってことですね。あのオルフェゴールモンスターの効果がこれめっちゃ強くて、これを発動しておくと相手ターンにフリーチェーンであのディンギルスとか出せるんですよ。これすごい強くてね、これは絶対1枚入れてください。あとあのクリマックス、まあ、これはなくてもいいけど最悪、まあ、これもまあ1枚あったら嬉しいかなっていう感じなので1枚入ってますっていう感じですね。であのディンギルスがまあ強い、このモンスターは。しかも機械族闇属性だしね。こいつ破壊されたらデスペラード出すとかできるんだけどさ、ディンゲルスは、特殊召喚に成功しただけで相手フィールドのカードを1枚選ぶか選んで墓地を送るか、除外されている自分の機械族モンスターを下に重ねるかっていうこの2個のどっちかを選べるんですよ。まあ、やっぱり墓地へ送るっていうこの選んで墓地を送るっていう最強の効果がまあ独行のデッキの刺さるっていうのと、あとは機械族モンスター1体を下に重ねてあのもう一回その除外されているディベルとかあのトロイメアを使い回せるっていうこともできるんで、まあ、先行で出しても後行で出しても非常に強いということで、これは2枚ぐらいあった方がいいですね。で、ディベルの上に重ねてペインゲイナーセブンシンズっていうのができるんで一応入ってるのと、あとアーゼウスもね一応入ってますと。リンクモンスターはあとはね、まあ、出せそうなモンスターなんでもいいんだけど、まあ、入れといてほしいのはガラテア、それからまあマスカレーナ、トロイメアユニコーン、アクセスコールトーカーあたりはあった方がいいですね。まあ、あとはお好みって感じなんだけど、相手ターンにリンク召喚結構できるんですよ。マスカレーナすんで、相手ターンというか先行初手で。だから、相手ターンに出せるトロポロジックトゥリスバイナとか、トロポロジックボマードラゴンとか、この辺の、リボルバーのエースカードね、この辺は結構強いです。フリーチェーンでその村雲特殊召喚したりとか、スケルトンの効果でフリーチェーンでね、リンク先にモンスターを特殊召喚できるんですよ。なので、ボマーとかトゥリスバイナはかなり強いんで、まあ、入れておいていいかなっていう。あとは、ロンギルスとか、オーケストリオンとか、こういう、オルフェゴール系の、デゲーリンクモンスターも入ってますね。はい、こいつも墓地を送る効果あるんで結構強いです。効果気になる方は読んでみてください。で、相手なんで一応アストラルも出せるから、アストラルも1枚入ってるし、アクセスは言わずもがなっていう感じですね。はい、まあ動かし方はちょっと対戦動画を見ていただきながらご理解いただければいいかなと思うんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあハンドは、そこそこ強いね。あ、いいんじゃない。結構これ割と良さそうな反動しますね。結構強そうです。ギルスもいるし、ダイグレファーもいる、デスペもいる。いや、これ結構強いですね。あー、コアクマね。なるほど。めんどくさいね。めんどくさいね。メンディ、関口メンディなデッキ来たね、これね。いやー、なかなかね、やっぱトラップカードが強いんですよね。これもホアピのハルボケなんか引ければ。ギリありますけども、まあ、セラの小悪魔の効果は絶対止めなきゃいけないっておばあちゃんが言ってました。小悪魔デッキもね動画にしてるんで、よかったら見ていただきたいなと思うんですが、結構やっぱ楽しかったですね、このデッキね。このデッキ本当に強かった。使ってる感じ、まあ、狡猾な落とし穴が強かったんだけどね。トラップカード、まあこのセラの小悪魔くんの効果で、あ、そうか、セットするからこれウララ効かないのか、強えな。なるほど。墓穴ホール、あ、墓穴ホールめんど、墓穴ホールめんど、やば。墓穴ホールめんど。まあ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 、しょうがねえか。これでも出しちゃうとな、なんかそのディメルが除外される危険性あんだよな。あのね、これあんまり先行で出したくないですよね。一回展開した後にだったらいいですけど、出してもこれ一回ダイグレファーの効果発動しよう。ダイグレファーで村雲のオロチを切って特殊召喚していく。で、これで何かある？何かあります？激流走。強くね。まあまあ、まだギルスいますからね。まだ、はいはい。あ、それはね、それ一回うららして、うららするしかない。
で、ボケ走力なんだ、これ。ボケ走力だ、いいだろ。ボケ走力だ、いいだろ、いいだろ、オッケー、オッケー、オッケー、そこまで読んでいた。そこまでは読んでいました。で、ボケ走力あります。で、これ効果発動しないです。まだいいです。ちょっと一回温存しましょう。ディベルが飛んでいくとマジでやばいんですよ。1枚しかないんで、リミット1なんでね、ディベルがね。ちょっとディベルがないとエンジンがいなくなって、デッキが回んなくなるんで。で、セット、ティオか。で、ティオ特殊召喚効果で、墓地のホールをもう1回セットし直すことができる。OK。狡猾打たれない時点で結構優しいけど。はい。で、モンスターカード発動したからトラップカードをセットできる。いいよ。まあでもそのトラップカードはもうこのターン発動できないんで。奈落めんどくせえな。まあまあまあいいだろう。で、ここはなんかありますかねと。これはなんでもいい。で、ディベルじゃねえや。ギルス召喚、ディベル、ディベル落とす。ギルス効果でディベル落とす。なんかある？フレッシアの効果？それ何ですか？それは何が？あ、奈落落としやな。めんどくさ。初動死ぬほど潰してくるやん。まあ、でもこれは破壊されてるけど、オッケーオッケー。大丈夫。墓地を置かなくても大丈夫だ。で、ゲルスは、破壊されて除外されるが、破壊された効果に支援して、デスペラードリボルバードラゴンを出せる。で、一回、これオルフェゴールディベルの効果を一応発動できる。で、デスペラードリボルバードラゴンの効果発動。闇属性機械属モンスターが、破壊された場合、このカードは手札から特殊召喚できる。行け、デスペラードリボルバードラゴン。一旦ディベル効果使います？一旦ディベル効果使う必要あんのかこれ。あんまねえ気するけどな。道を使っとくか。あんまねえ気するけど、これ何出したいんだこれ。言うてこれあれだよな。トロイメアだよな、これな。可能に意味ないし、スケルトンもあんま意味ないから、これ、な、意味あったら今使う。バトルをしてからでよかったな、別に。まあ、でもこれは一回トロイメア出しといて、いいですかね。で、デスペラードでコイン3枚表出して分からせましょう。コイン3枚表以外俺は認めない。絶対に認めない。絶対認めない。いくぞ。一応村君も出てくるからワンチャン2体を破壊できるの最悪。多分裏ぐらいやめて。ちょ、3枚表行け。デスペラードリボルバドラゴンの効果と、コイントスを3回行い、思ってから出た数まで相手のモンスターを破壊する。うえうぜ。1枚かまあフレッシアよりもセラかな。どっちでも変わんねえけど、まあでもこっち守備力高えからな。フレッシアショットがないとフレッシア破壊できないからな。まあフレッシアですかね。フレッシアショって、で村雲沸かして、でセラ殴ってって感じですかね。で、8枚とデッキトップ除外することによってこのモンスターを墓地から特殊召喚していく。はい、行け村雲のオロチ。そして村雲のオロチはバトルフェイズに出てきたため、またこいつは殴れるぜ。くたばれ、うれ、よし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 、オッケー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 。でメイン2、ですね、何が除外されてるか問題が発生してるんですよね。カノーネ行っちゃったか。カノーネ行っちゃった。まあ正常は1枚いってる。ディベル行ってる。まあ、これはもう表側だからあんま関係ないね。ここは表側だから関係ない。まあまずはガラティアか。オルフェゴールモンスターを含むモンスター2体でガラティアですね、ここは。まあ多分、まあモンスターダラ取りするんで、あとはセラを出させなければいいんですよ。だから多分ね、モンスターを背負っていけばいい、あとは。まあ魔法トラップカードはもう落としやな、もう全部踏んでいいから。うん。ね、トロイメア効果。トロイメアは除外すると、デッキから闇属性モンスターを墓地に送りながら、フィールド上のモンスターの打点を上げることができる。これによって、正常を墓地に送っていく。で、正常の効果は何もない。で、正常効果発動、除外されているモンスターを特殊召喚できる。で、正常でディベル戻して、はい、こっちだね。ディベルの方がいいね。で、そう、これがリミット1だからね、ちょっとね、大変なんだよね、回すの。まあ、戻してくればいいんだけどさ、除外ゾーンから。そういう動きができるから。で、ガラテア効果。ガラテアで、ギルス戻しか？ギルス戻しあるな、結構。ギルス戻し&カードセット、バベル。バベルだね。
で相手ターンも妨害を構えておけるようにしておいて、で表にしておいて、でエクシーズ召喚、こいつはオルフェゴールリンクモンスターの上にエクシーズ召喚するっていう謎の効果を持っているんで、これでオルフェゴールシーオルフェゴールディンギレスをエクシーズ召喚、特殊召喚に成功した場合の効果と相手フィールドのカードを1枚選んで墓地に送ることができる。これでセラーはどっか行ってもらうぜ。消え失せろ。これでセラーは出せねえ。相手はモンスターを1枚絶対に引かなければいけない。そしてこれトゥリスバエナ出しといたらマジやべえこと起きるかもしんねえけどな。これトゥリスバエナめっちゃ強そうだけどね。これいやでもデスペラード巻き込まないといけないのか。デスペラード巻き込むの嫌だな。トゥリスバエナ多分めっちゃ強いんですけど、めっちゃ強いんですけど、ちょっと一回こっちでお願いします。ちょっとデスペラードを場に置いときたいんですよ。これさっきも対戦しててデスペラードいなくなって、なんかこれ何デッキってなったんですよね。デスペラードを置いておくためのこうなんか甘えのマスカレーだ。これで負けたら本当にごめんなさい。めちゃめちゃセットするやん。絶対これトポロチップだったわ。オルフェゴールディベルの効果を発動するがよろしいか。さあディベルの効果除外して、デッキからオルフェゴールモンスター相手を特殊召喚できるんで、ブーめんどくせえ。くそ。まあ一旦これは出すか。オロチ特殊召喚してトロイミアユニコーンで相手のあの最初その一番最後にセットしたカードはこれで一応七クロ落とし穴はケアできるはずなんですよね。チェーン2個で特殊ができてるんでね。はい、こいつは一応耐えることができる。はい、でボケソロ効果でディベルの効果が無効になって2000番食らっていくが、まあ、今そんなに関係はない。でトロイメアを出していくしかない。でトロイメアに打たせよう。トロイメアに打たせる。7区落とし穴1枚だね。あれ確か7区落とし穴1枚ある。ここでしつこくってなんかトゥリスバイナーワンチャン出しても絶対あれだもんね、しょられるもんね。まあ、こっちか。こうして、こうして、で、ユニコーン出して、ユニコーン効果発動。さあ、ユニコーンの効果。これで、絶対にお前のカードはしょらしてもらう。さあ、7区使え。7区を使わないだと。何 ?7 区を使わない。温存ってやつか。なるほど。温存は良くないぜ。バトルフェーズ、バトルフェーズそのまま入るけどいいかなんか、なんかある。これアクセスするよりもそのまま殴った方がいいなこれな。でぶん殴るじゃないですか。はい、で、はい、で2端もぶん殴るじゃないですか。はいはい、でここで相手は奈落を使わざるを得ないわけですよ。はい、さあどうする、さあどうする、イエーイ。よしよしよし、デスペラード活躍した。これは採用。デスペラード来い。デスペラードマジでデスペラード来ねえ。あーでも反応強いな。これは反応強いぞ。結構強い。これは一回ジャックナイツオルフェゴールギルスとかいうなんか名前渋滞おじさんを出して、で名前渋滞おじさんの効果発動なんかあるね、なんかあるね。何がある？増字？増字はうららするよ。増殖するじいちゃんはうららするよ。あ、うららか。あ、じゃあさすがにハカガナかな。はい。で、ハカガナちゃん効果で、君のうららちゃんは一回除外させてもらうわ。これで、俺のうららも実質無効になったってことね。実質無効になっていく。増殖するじい！それチェーンしちゃうとうらら投げれるんだよね。それね、それね、多分ね、終わってチェーン終わってからの方が良かったと思うよ。墓の効果が適用された後の方がいいと思う。打つの多分ね結構早いね今の。これね両方とも無効にできちゃったから多分打つタイミング早いな、ね、相手。うん、まあちょっと何言ってるか分かんないのでごめんなさいね。あのだから今のは墓の指名者が同盟カードの方が全部無効にするんですよ。あの次のターンの終了時まで。だから、一回チェーンを全部あの解決した後に裏あの増殖ステージ打った方が良かったんじゃないかなっていう、そういう話ね。うん、まあ別にギルスは特殊召喚することじゃないから。
はい、これはあえてやっちゃいましたね、完全に。分からせていきましょう。やっちゃった相手に対しては分からせるって決めてるからね。ガラテアちゃん出して、はい、でですね、一旦オルフェゴールトロイメアの効果を発動。これが基本展開ですね。ちなみにオルフェゴールの基本展開を見せつけることができるわけですわ。でこれで正常とかいう謎の槍を槍落として、はい、で槍の効果 EBM あんまかけない今で、槍効果除外すると除外されてる、機械族闇属性特殊ができるよっていこうか。でこれでディベルをもう一回呼び下ろしておく。これによって次のターンもちゃんとディベルの効果使えるようになるということですね。でですね、ですね、まあ、ガラテアの効果を使いまして、槍をデッキに戻します。でマジックトラップカードセットします。でこれでまあクリマックスセットしますと、まあ、クリマックスあんま今関係ないですけどね、リンクモンスターいないんで、オルフェゴールの、いなくなるんで、どうせディングス出すからね、ここで、はい、あんまクリマックスそんなに強くないんだけど、まあまたリンクモンスターが出てくるタイミングはあるのでそこで使いましょう。で除外ゾーンの機械族モンスターをこのモンスターの下に重ねてエクシストにできるっていう効果によって、これでもう1回トロイメアを次のターンに使い回すことができるっていう最強の効果ね。でこれで2体でリンク召喚して、まずはマスカレーナちゃんを出していく。これで一応相手ターントロイメアユニコーンの構えができる。まあトロイメアユニコーン以外にもあるけどな、トポロジックトゥルスバイナみたいなモンスターも出せるけど、一応墓地にね、スケルトンを送れば、ディベルで、ギルス出して、でギルスでスケルトン落としてスケルトンの効果で、ディンギルス出せば相手のモンスター1体墓地をくれるし、選んでね、でリンク4くらいまで伸びるんで結構強いんですよこれ。この展開がこれやっとくと、相手結構困ります。まあ、今何もないけどまだ妨害は。アンティキアワイバー、あ、いいね、アンティキアじゃん、なるほど、まだいっか。リベルでギルス出す。でギルスの効果で、特殊召喚成功したら、デッキから、スケルトンを送れるんですよね。でスケルトンは除外するとフリーチェーンで、今バベルだからね、フリーチェーンで、墓地のオルフェゴールモンスターを特殊召喚できるよっていう効果があるんで、これでディンギルス出して、でディンギルス特殊召喚成功時相手のモンスターを墓地を送るよっていう効果あるから、それにプラスして、トロイメイユニコーンも出せるし、リンク4も出せるから、なんかトポロジック系、トポロジックガンバラとかいればね、トポロジックボマードラゴンとか、まあトポロジックトゥリスバナとかパワーボンド、やっばやっば、まあ、とりあえず増殖する字打つじゃないですか。増殖する字打って、多分でもこれあれだよね、出てくんのカオスチャートなんじゃないかな。アンティークキャってここにあんま出てくるイメージないけどね、9000でぶん殴ってくるみたいな、9000ぶん殴りが、あれギルス使ってんのか、これやべ、ミスった、ギルス使ってんのミスったわ、ちょごめん、ちょっと若干ルート間違えてる、さっき説明したルートちょっと違う気がするわけど、まあ、スケルトン出てくるから、まあ、一応ここでトライミアニコンできますから、で増字で一応1枚ドローできる、これ危なかったな普通に、これ手札ねえからシンプルに危なかったわ、まあいっか。でマイスカレーナ効果発動はまだいいか、バトルフェーズ入るまで待とう。いや、あのモンスターはマジで大丈夫、何にも耐性ないから、モンスター効果にバトルフェーズ中はモンスターの効果発動できないっていう話あるんだけどさ、これマジで本当何の耐性もない何の耐性もないんで、これはねトレイメニコーンでもいいし、ロンギルスダメだ、ロンギルスダメだから、ロンギルスダメだからこうかな、こうしてでユニコーン効果で、ユニコーンは万が一なんか止められたとしても、聖杯とかあったとしてもないと思うけどディンゲルスが控えてるんで多分これで大丈夫ですね。で君のモンスターはなんかデッキ持ってもらうんですよ、やつは本当何の耐性もないから、うん、はい、さあそして誰もいなくなった、はいデスプラードなど不要、オルフェイゴールが強いからな、対戦ありでした。まあ悪くないですね、悪くない。まあちょっと誘発とかないので先行展開でガン粘り制圧されるとちょっと無理かなって感じしますけど、七勢の買いもほうほうほう、いや強いんだよな、ゲンマも結構ゲンマも強い、なんだかんだ
やっぱ展開力かなりあるんで、しかも安定感もあるし、一応この暗黒の将来心とかヤバすぎるモンスターがマジでヤバいっていうことだけは言っとくわ。あの現場デッキも作ってあるんでね、よかったら動画見てください。本当の召喚師、あ強いね強いね。でアルミラージかな、ここでリンク召喚アルミラージ OK。 いやーこれ結構ヤバいかな。これで混沌の召喚師だっけ、暗黒か、暗黒の召喚師があると、あそこリンクリボンしちゃうんだ、なるほど。そこリンクリボンに変換しちゃって大丈夫なのかな。混沌の召喚師の効果で除外して失楽園を持ってくる、はい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 。で、開門効果で、あ、これキュリオスすんのかな、これ開門キュリオスかもしれないね。ちなみにこの指定の開門っていうカードは一応ライトロードドミニオンキュリオスっていう、誰サイバースイッチ誰やお前、全然起動しなかったっていうことは一枚してると、自分の墓地から攻撃としてくるか、ゼロのモンスターを特殊召喚できるよという効果、はい。で、はい、サイバースイッチの効果、じゃあ分からん分からん、何この謎の展開、何が起きるのこれ、すごいな、なんだその儀式モンスター、わけわからんモンスターサーチされた何よっきこれ、ソリティア長っこのデッキどんだけ回す、ジャンクコレクター、あ出た、墓地のトラップカードをなんか発動できるやつ、あトラップトリック、なるほど、トラップトリックのチェーンマテリアル、ほうチェーンマテリアル、それあれじゃん、フュージョンゲートと一緒に使うとマジでやべえこと起きるやつじゃん。で、テレダデッキ、フィールド上から、なんか、カードを選んで融合さんに切るっていう。うわ、出た！マテリアルゲートじゃん、これ。最強コンボ来た。これすげえ強いんですよ、このコンボ。チェーンマテリアルっていう効果で、融合さんにする場合、なんかあれなんですよね、デッキのモンスターも融合さんに切るっていう。そういうやばい効果持ってまして、ソルキウス。はぁはぁはぁ、なるほど。いや、これね、かなりね、やばいことが起きる可能性があります。で、ベアトリーチェと、スカルレットでリンク召喚クロシープでフュージョンゲート効果、なるほど、これでデッキのモンスター融合さんできるんですよ、やばいですよね。え、これ何できるの、これエレクシーラー来る、これなんかエレクシーラーでさ、無限無限列車編みたいな、なかったっけ、なんかグスタグマックスめっちゃ出すみたいな、なんか全然違った、何この謎の融合召喚条件、サイバースクロックドラゴン、え、やばい、わからない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 これなんだっけ、こいつこいつ何、こいつ何するマン、打点やばやば、打点なんだこれ、カタパルトで射出すんだこれ、なんだこのデッキ、わからんわからんわからん、クズ鉄の像ジャンクコレクター、ああなるほど、ジャンクコレクターを回収していくスタイル、なるほど、はい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 、なるほど、わからん、クソ長いやん、こいついつまで展開するんだよ、ヤジロベーダー誰やねんお前、誰やねんお前、アニメで4歳一体の召喚特殊化されたために発動するスライトモンスターの位置がこのカードと異なる場合、わからない、え、どういうことこれ、何が起きんのこれ、何起き、ちょ、わからん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 、ちょっと説明して誰か、スペリオルドーラ、はスペリオルドーラ強い、メインモンスターゾーンに近づくように、おー、なんかようわからんモンスターだな、これは何が起きてるんだい、ちょ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 、効果読んでんね今、あーは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 は、なるほどね、ほー縦列、なるほどね、同じ縦列になるように移動して縦列のカードを破壊する、面白い効果ですね。でアージェントカオスフォース効果、ジャガーノートリーベの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築していく、でこれで闇属性のランクいくつを 12、 やばやば、クソやべえモンスター来たやばい、ヌメロニアス、ヌメロニアとかいうやばいモンスターが出てくる可能性がある、無限巨神ヌメロニアス出た、ヌメヌメ来た、やばいこいつは打点10万モンスター、うわやばすぎる、それこいつさ、でもさ何の耐性もねえよな、確かこいつが殴んなきゃいけないし、なんかバトルフェーズこいつ殴んないといけないし、なんか殴んなかったら勝つけど、なんか別に何もしないみたいな効果だった気がする。で超ド級砲塔列車、スペリオルドーラは、オーバーレイトを1つ使うと何の効果も受けない効果になる、
あ、やば。え、これもしかしてヌメロニアス、ヌメロニアをなんかあれですか、あの絶対に守るデッキですかこれ。やばいデッキ爆誕してるじゃん。これヌメロニアス、ヌメロニア絶対死守デッキってこと。やば、クソやべえこと起きた。え、でも何もできん。だってさ、あれあれでしょ、何の効果も受けないでしょ。いや無理じゃね、何の効果も受けないや無理よ。やばいこと起きる。いや頑張って展開したけど何もできん。やべえ、やばすぎる。なあこれデッキ。謎のテキスト見れるぞ、あの最強のテキスト見れるぞ。うわあ。やばすぎー。